上空曇り空 ZOZO マリンスタジアムです。パシフィックリーグ公式戦千葉ロッテマリーンズ対オリックスバファローズの23回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手に注目されてますか？はい、攻撃でいうと両チームの2番バッター、この2人が打線の鍵を握っていると僕は思っています。2人の仕事ぶりに今日は注目したいと思いますね。はい、2番バッターぜひ見ていきましょう。まずはマリーンズの先発小島が ZOZO マリーンスタジアムのマウンドに上がります。これから注目の立ち上がりになります。ボールになります。インコース決まった。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。いい当たり、これはどうか、センターへ抜ける、一気にセンターへ、一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあ、そして打席には粟口入ります。気をつけたいバッターですね。はい、さあ先制を防げるかという場面、まあ、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですよね。バッターの粟口、今シーズンの得点圏打率は5割。引っ張った、弾き返した打球はライトへ、ここはフライになっています。ライタッチアップ、バッテリーとしてはここの攻め方は特に大事になってきますよね。まあ、そしてこのバッターはチャンスに強いですから、配球には十分注意が必要だ。打ちました、いい当たりだ、伸びていく、どうだ、ポール際切れました。入っていれば先制というところでした。高め際どいところ見送りましたが、ストライクです。ストライクを先行させていきます。追い込み、打ちました、これはどうだ、センターに抜ける、サードランナーホームイン、バファローズ1点を先制しました。センター前へのタイムリーヒット、1対0。序盤から試合が動いていきます。ここで先制点を奪われてしまいました。そうですね、こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。なるほど、そうですか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。まあ、スローイングがいいキャッチャーですから、そう簡単に走れないと思いますね。ファウルになります。痛烈な打球、高く上がった、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を塗り替えました。追い込んでからのストレートでしたが、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。マリーンズ追加点を許します。3対0。いやー、これは失投でしたね。そうですね、ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。立ち上がりを攻められています。バッターは注目のルーキー栗、好調の今シーズン現在パリーグの首位打者です。マリーンズ初回から相手打線に捕まっています。小宮山さん、不安の残る立ち上がりとなっていますよね。本来のピッチングとはちょっと違いますよね。修正できるかどうかがポイントになりそうですね。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。改めてお聞きします、バッターの金村、バッターとしてはどういう特徴がありますか？打球に角度をつけてスタンドまで運ぶ、いわゆるホームランバッターですね。ああ、そうですか。打ちました、ショート取った、一塁送球します。これで4連打、ワンアウトランナー二塁一塁。さあ、そしてバッターボックスにはブライアント入っています。さあ、なおもピンチが続きます。ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、そうですね。
これもアウトコース。まあそうですね、バッテリーからするとフォアボールは避けたいですからね。はい、ボールが先行して2ボールナッシングです。ファウルになります。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか？できればゴロを打たせたいので、低めに沈むようなボールが有効でしょうね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。8番バッター山下。マリーンズこの回3点を失っています。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にラン痛烈切れていきます。ファウル。さあ2球目は何か。ストライクを取ってこれで追い込んだ。小宮山さん、長打を防ぐにはどういった配球をすべきでしょうか？引っ張った、これはどうか。三遊間抜ける、ホームに送球。マリーンズさらにピンチになりました。ツーアウト満塁です。さあそして打席には牧入ります。さあピンチは続き、満塁という場面。左方向、これは上がりすぎ、ライン際ですが、ここは打ち上げています。切れました。ファウル。フェアならば貴重な追加点というところでした。打ち上げた、高い打球になった。ファールグラウンドへのフライです。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回バファローズ先に点を取りました。打順はトップに帰って大石。まあ前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。次が2球目、真ん中打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。さあ1塁には追加点のランナー、バッターは粟口。そしてランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあそうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。いや、この盗塁は痛いですね。やはり足があるというのは。打った、大きな打球になった。ライト下がっていく、下がっていく。ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。4対0、マリーンズなおもピンチです。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。ここで離されたくはないですね。まあ、勝負強いバッターを迎えてますから、しっかりと自分のピッチングをすることですね。その警戒すべき。豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はセンターへ。セカンドランナータッチアップ。さあそしてバッターボックスには小栗入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあこの点差を保って攻撃に移りたいですから、ここもしっかり切り抜けたいですね。なるほど、そうですよね。バッターボックスの小栗、今シーズン得点圏での打率は5割3分7厘となっています。入れました。ファールボール。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。バックホームする。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。5対0、マリーンズもうこれ以上点はやれません。打席には5番バッター栗。先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放った。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。引っ張った、取りました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2点を追加しています。5対0、バファローズのリード広がる。小宮山さん、例えばブルペンでも今日は調子が良くないなという時、マウンド上ではどういった気持ちになるんでしょうか？まあ、いつもにも増して不安が増すし、打たれたらどうしようっていう考えが相当やっぱ強くなりますので。打ちました、これはどうだ。鈴木アウト、ワンアウト。バッターボックスブライアント。先ほどの打席はファールフライに倒れています。小島、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。2球目は何で来るか。インサイド落ちました。この打球は落ちるか、どうだ。
ワンバウンドヒットになりました。これで6試合連続安打。ワンアウトランナー1塁となりました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、怖いバッターというイメージがありますけど、逃げるときは打ちました。大きな打球になった。センターバック、センターバックする、追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ワンアウトランナー三塁二塁。打ちました。取った。一塁を送ります。アウト、ツーアウト。打順は1番に帰ります。バッター大石、今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね。これ以上バッターを乗せるわけにはいきませんからね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。ツーアウトになっています。痛烈、これはショートライナー。ランナー出ましたがバファローズ得点には至りませんでした。5対0。2番バッター淡口、まあ、前の打席はスライダーをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。なるほど、組み立てのポイント。引っ張った、ファースト弾く、ボールを拾って、これはファーストのエラーです。打順は3番デイビス。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね。ここは長打を警戒しておいた方がいいで。走ってきた、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。まあこの点差ですからランナーよりもバッターに集中でいいと思いますね。なるほど、打った、大きな打球になった、伸びていく、どうだどうだ、スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。6対0になりました。マリーンズなおもピンチです。打順は4番小栗。まあマリーンズとしてはここから追加点を取られると厳しい状況がさらに厳しくなる。打った、高く上がった、頭上突き刺さった、ツーランホームラン。これが今日2本目のホームラン。初球でした。思い切り引っ張られた打球は特大アーチとなりました。マリーンズ追加点を許します。8対0。4番に一発を浴びてしまいました。ここは当然という交代でしょうか。マリーンズピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手の長野。さあマウンドを任されたのは長野、今シーズン19試合目の登板です。打ち上げました。ここは打ち上げています。ストレートに詰まってワンアウトとなっています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、やはり長打は避けたいですから高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。低めのボール入りました。いいコースだったんですけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。外の低めです。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。打ちました、伸びていく、ここはフライになっています。5球目打っていきましたがセンター掴んでツーアウト。バッターは7番ブライアント。先ほどのヒットはいい当たりでしたから、ここは注意しないといけませんね。初球打ち、センター下がっていく、下がっていく、フェンスダイレクト。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット、ツーアウトランナー2塁。これが1球目、初球から際どいコースをついてきます。2球目打ちました。この打球はフライになっています。サードが構えます。安田が掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ3点を追加しています。8対0。バファローズ小宮山さん、ここから逆転するためにもこの回はぜひゼロに抑えなくてはいけませんね。まあそうですね、もうこれ以上点をやったらもうゲーム壊れますんでね。最後の踏ん張り、その食い止めることができるんでしょうか。いい当たり、これは大きい、伸びていく、どうか、これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。牧師ヒットが出ました。ノーアウトランナー2塁です。初球から振ってきましたがうまく変化球でかわしました。打ちました、打球はセンターへ。ここは打ち上げています。セカンドランナースタートを切る。
バッターボックスは2番川口。先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。ワンアウトランナー3塁です。引っ張った、一二塁間を破る、サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、9対1。マリーンズもうこれ以上点はやれません。打席には3番バッターデイビス。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはよ。引っ張った、この当たりはどうか。この打球は落ちそうだ。レフト線を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは2塁到達。これで3試合連続の猛打賞。ワンアウト3塁2塁です。初球打ち、打った瞬間確信したか、ぐんぐん入った、スリーランホームランが飛び出しました。これで2打席連続のホームラン。初球でした。思い切り引っ張られてスタンド深くまで運ばれています。マリーンズ追加点を許します。12対1。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。打順は5番クリ。これはファースト井上取って、一塁そのまま入ってアウト。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。これも初球打ち、切りました、ファールボールです。ボールになります。高め空振りです。ワンボールツーストライク。ジャストミート、これは大きい、伸びていく、真ん真ん中左中間破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。バッターのブライアント、今シーズンの得点圏打率は6割3分3厘となっています。これが2球目。引っ張った、大きな打球になった、ライトバックバックバックする、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで6試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは8番山下。打ち上げた、この打球はフライになっています。初球から積極的に行きましたが取りました、アウト。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。14対1バファローズ。これから6回バファローズの攻撃です。一方マリーンズは、さあマウンドに上がったのは石崎、今シーズン17試合目の登板です。三遊間、鈴木取って、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。打順はトップに帰って大石、今日は盗塁を一つ成功させています。ヒットでバントしました。石崎一塁へ、アウト、ワンアウトです。送ってきました、送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。これが初球、打ちました、いい当たりだ、ライトが追いかける、ぐんぐん打球が伸び、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム5本目のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。マリーンズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスには3番デイビス。さっきツーベースを放っていますからね、ええ、ここはより慎重にいってほしいですね。そうですね。しっかり捉えた、レフト下がっていく下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスには指名打者の小栗、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、今日はこれも初球打ち、これは大きい、伸びていく、これはライトの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。
これで3連打。ワンアウトランナー2塁となりました。ファウルになります。バッターボックスの九里、今シーズン得点圏での打率は6割飛んで。2球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。3塁へ送球。これでマルチヒット、ランナー3塁1塁となりました。打席には6番バッター金村。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは超引っ張った。これはどうか。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。マリーンズもうこれ以上点はやれません。打席には7番バッターブライアント。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、打った。ライトバックバックバックする。フェンス直撃。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。マリーンズなおも三塁二塁のピンチです。バッターボックス山下。山下引っ張った。ライン際フェアフェアです。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。見事なタイムリーヒット。マリーンズなおも三塁一塁のピンチです。マリーンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の南。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。ああなるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。打ちました。高く上がった。レフトセンター下がっていく下がっていく。ボールはそのままフェンスに直撃。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。マリーンズもうこれ以上点はやれません。打順は1番に帰ります。バッター大石。抜けたような感じになりました。大きく外れます。打った。左中間に強い打球。レフトセンターバックするバックする。スタンドには届きません。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。バファローズが突き放します。フェンス直撃のタイムリーヒット。マリーンズなおもピンチです。バッターボックス阿波口。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、まず際どいコースをついてきました。ファウルになります。次が3球目。ドカーンと大きな当たりです。スタンドに入った。ホームラン、ツーランホームラン。これで2打席連続のホームラン。追い込んでからの変化球でしたが、弾き返された打球はスタンド深くまで運ばれてしまいました。マリーンズ追加点を許します。フォークが真ん中に行ってしまいましたね。はい、3番バッターデイビス。先ほどの打席でソロホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、インサイド外れます。見送ります。ボール先行です。三塁線、安田抑えて、おっと送球がそれた。これはサードのエラーです。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターは DH 小栗。今日はここまでホームラン3本を含む5安打の大活躍です。いや手がつけられないですよね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。エラーでランナーは2塁となっています。さあ2球目は何か。インサイド落ちました。これはスタンドへ入りそうです。切りました。ファウルボールです。ノーボール2ストライクです。引っ張った。高いバウンド。ファーストを取った。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスには5番クリ。前の打席はいい当たりのヒットでしたから、注意が必要なバッターだと思いますね。そうですね。ツーアウトランナー三塁です。2球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。サードランナーホームイン。
バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。マリーンズもうこれ以上点はやれません。打順は6番金村、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。ランナースタート、ヒットエンドラン、ボールを拾って、これで3打席連続のヒット。2アウト2塁1塁、マリーンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の種市。さあ、マウンドを任されたのは種市、今シーズン23試合目の登板です。さあ、初球は何か。初球打ち、これはどうか、セカンドの左抜ける、セカンドランナー3塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。マリーンズなおも3塁1塁のピンチです。打席には8番バッター山下、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたよね。はい、バッターボックスには代打の羽田。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。打ちました、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、入った、ホームラン、スリーランホームランが出ました。これで5試合連続のホームラン。初球でした、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。マリーンズ追加点を許します。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、バッターは9番牧、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、バッターボックスには代打の村上。まあ、小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。これも初球打ち、これは浅いフライ、この打球は落ちるか、どうだ、積極的に行きましたが最後はレフトフライ掴んで3アウトです。しかし、この回バファローズホームランで追加点を挙げています。7回の表、オリックスバファローズ打順よく1番から始まります。バッターは大石、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたよね。はい、マリーンズ厳しい展開で終盤7回を迎えています。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、存在感の、ファーストランナースタート、キャッチャー2塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗、これはファーストゴロ、井上掴んで一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスは3番デイビス、先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。2アウトランナーありません。次が2球目、打った、鈴木抑えて3アウトチェンジ。この回バファローズ結局3人で攻撃を終えています。ゲームは8回に入ります。バファローズの攻撃、バッターボックスには指名打者の小栗、今日は3本のホームランを放っています。初球打ち、ライト下がっていく、下がっていく、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日4本目のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、5番バッター栗、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。打ちました、ライト下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を更新しました。三塁回って今ホームイン、ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、バッターボックスには6番金村、
先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。初球打ち、中村掴んでワンアウトです。打順は7番ブライアント。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。一、二塁間、中村取ってツーアウトです。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、ツーアウトランナーありません。打ちました、伸びていく、この打球は落ちそうだ。左中間深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。まずはボールから入りました。ファウルになります。低め見ました、ボールです。152キロ、打ちました、痛烈な打球、レフトが追いかける、ぐんぐん打球入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。しっかり踏み込んで引っ張られた打球、スタンドまで運ばれています。マリーンズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。打順はトップに帰って大石。先ほどのヒットはいい当たりでしたから、ええ、ここは注意しないといけませんね。そうですね。バファローズこの回バッターボックスには代打の水口。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。ちょっとすっぽ抜けた感じです。打ちました、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで3連打、ツーアウトランナー二塁。マリーンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは東条。さあバッターは淡口。まずは変化球から入りました。打った、右中間に大きな打球、さあどうだ、右中間真ん中破りました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁です。バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、マリーンズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスデイビス。初球は何で来るか、初球打ち、この当たりはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。マリーンズなおもピンチです。バッターは DH 小栗。先ほどの打席でソロホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、引っ張った、これはどうか、ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。見事なタイムリーヒット、マリーンズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは5番クリ。先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。打ちました、取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズ3本のホームランで追加点を挙げています。小宮山さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。いやもう本当最後ですからね、もうあとはゼロで抑えて、初球打ち、ここはフライになっています。ピッチャーが構えます。東条抑えてワンアウト。バッターボックスには7番ブライアント、今日はホームランを放っています。まずはワンアウトを取っています。ファウルになります。今のはちょっとヒヤッとしましたね。そうですね、あっという間に2ストライクです。打ちました、これはどうだ、破りました、センター前、これで6試合連続安打、ワンアウトランナー一塁です。バッターは今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。いや今度こそ抑え、バッターボックスには代打のドレイパー。
小宮山さん、このピンチは抑えなければなりませんよね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。インサイド変化球決まっています。ストライクになります。ノーボールツーストライクです。引っ張った井上、二塁を送ります。二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。バファローズ大量リード。残念ながら千葉ロッテマリーンズ敗れてしまいました。これぐらい一方的な負けの方が諦めがついて気持ちの切り替えが早い。京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、オリックスバファローズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの23回戦です。イーグルス、マウンドに上がるのは先発の岸。どんな投球をしてくれるんでしょうか。水口、打席に入ります。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。さあ、ここから初回の攻撃になるわけですが、西さん、最近だ。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。バッターは山本。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ヒットでランナーを一塁に置いています。走ってきた、キャッチャー送球して盗塁成功です。見事に盗塁を決めた場面です。いやー、さすがという走塁でしたね。これでアウトを増やさずに一打先制のチャンスになりましたね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。はい。手が出ません、三振。前に飛ばしたかったんですけどもね、ただ次が勝負どころで頼りになるバッターなんでね、非常に面白いと思いますよ。はい、その期待のかかるデイビス、打席に入っています。外へのスライダー、ここは見極めています。インサイド落ちました。ホームに送球する。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー三塁一塁。まず何を投げてくるか。初球はストレート決まっています。2球目は何で来るか。
これは手が出ないか、ストライクを取ります。ここはあっという間に追い込んでいます。インサイド落ちました。センターの前に落ちました。ヒット、サードランナーホームイン。バファローズ1点を先制しました。センター前へのタイムリーヒット、1対0バファローズ。なおも2塁1塁のチャンスです。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがというところですよね。理想的なゲーム展開となりました。バッターボックス九里、バファローズこの回1点を入れています。さあ先制に成功して、なおもその点差を広げていこうかというところです。まあこのままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。さあここもつないでいけるか。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいです。3球目打ちました。センターの前に落ちました。ホームに送球、これでシーズン最多安打記録を更新しました。ワンアウト満塁です。打ち上げた、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになった。二塁ランナー三塁も回った。サードランナーがホームに帰ってきました。セカンドランナーも今ホームイン。バファローズ追加点を挙げました。3対0、ルーキーに援護点をプレゼント。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。またしても点を加えます。次第に点差が開いていきます。ここでリードを広げておきたいですね。まあ次は勝負強いバッターですから非常に期待が持てると思いますね。その期待に応えてほしい村上、バッターボックスです。打ちました、高く上がった。さあどうだ、センター深いところ破っていきました。サードランナーホームイン。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナーもホームイン。追加点が入りました。オリックスバファローズ左中間へのタイムリーヒット、5対0バファローズ、リードを5点に広げています。ご覧いただきましょう、タイムリーが出て点差を広げます。この流れに乗ってね、この回で大きく勝ち越しておきたいですよね。立ち直るきっかけを与えません。初回から優位に立っています。打順は8番クルクボ。まあ序盤でここまで点差が開きましたけど、まだ何があるかわからないんで手を緩めずにいってほしいですね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。打った、センターに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてフェンス直撃、セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、6対0になりました。バファローズリードを6点に広げています。甘いコースでしたが見送っていきます。あっと高めいっぱい、すぐに追い込みました。外、これは外れた。バッターの牧、今シーズンの得点圏打率は5割。打ちました。セカンド取った、一塁送球、ツーアウトになりました。これは進塁打になりました。打順は1番に帰ります。バッター水口、先ほどの打席でヒットを放っています。バファローズこの回は打者一巡の猛攻となっています。打った、伸びていく、どうだどうだ、センターオーバーのヒットになりました。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、7対0バファローズ、リードを7点に広げています。打順は2番山本、少し球数が多くなってきたでしょうか。必死、この回はちょっと球数が多くなっています。西さん、しっかり相手に球数を投げさせましたね。嫌な球は全部カットしていきますよね。はい、低め見ました、ボールです。3球目は何で来るか。打ちました、高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている、伸びてライトが追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット、8対0バファローズ。ここは当然という交代でしょうか。イーグルスピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手の寺岡。さあマウンドに上がったのは寺岡、今シーズン17試合目の登板です。西さん、この場面で出てきましたね。まあしっかり攻略したいですよ。そうですね、流れを変えられないようにしっかり攻めていきたい。
まあ、ここは狙っているボール以外は手を出さないでしょうね。なるほど。そう打った、センターに大きな打球、センター下がっていく、下がっていく、ボールはそのままフェンスに直撃、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、9対0バファローズ、なおもチャンスです。バッターは今日 DH に入っている小栗、先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。勝負強さを発揮してくれましたよね。打点を上げてチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って臨めてるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。ファウルになります。打った、ライトに強い打球、伸びていく、どうだどうだ、ライト深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、バファローズ1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット、10対0、バファローズちょっと一方的になってきました。この栗、ここのところ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。いや、よく打ってますね。打席でも余裕が感じられますし、力みのないいいスイングをしてますよ。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。3球目打ちました、ヒットになった、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、二塁タッチはアウト。しかしこの回バファローズ先手を取りました。1回終わって11対0、2回裏に入ります。バファローズの攻撃、6番バッター金村、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、勝負強かったですよね。はい、まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。はい、打ちました、これは大きい、伸びていく、レフト深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。引っ張った、ショート取った、一塁送球します。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスは8番古久保、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、勝負強かったです。打ちました、大きな打球になった、レフト3、入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これで今日4打点、初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました、オリックスバファローズ14対0。いや、完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、打席には9番バッター牧、バファローズホームランで得点を挙げています。いや、西さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや、本当いいバッティングしましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。打順はトップに帰って水口、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、勝負強かったですよね。はい、まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。はい、この打席も期待しましょう。ワンアウトランナーなし、初球ストライク、これが2球目、外れていきます。これが3球目、いい当たり、センター下がっていく、下がっていく、ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、これでマルチヒット、2アウトランナー2塁、バッターは3番デイビス、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、勝負強かったですよね。打ちました、大きな打球になった、レフトバッ入りました、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン、追加点が入りました、オリックスバファローズ。いや、速い打球でしたね、あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい、バッターボックスには指名打者の小栗、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、リードはしてますけど、この打席もしっかり集中していってほしいですね。そうですね、バファローズホームランで得点を挙げています。3球目外れました、打ちました、これは大きい、伸びていく、このフライはヒットになりそうだ、センター深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞、ツーアウトランナー二塁、初球打ち、
この打球はフライになっています。ショートが構えます。乃木が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。これから3回の裏バファローズの攻撃です。一方イーグルスはピッチャーが変わります。背番号21鎌田が3番手としてコールされています。さあマウンドを任されたのは鎌田、今シーズン14試合目の登板です。初球は何から入ってくるか。打ちました。これはスタンドへ入りそうです。これは三塁側のスタンドに入ります。あそこに決められたらお手上げですね。はい、低めにストレートが決まっています。ノーボールツーストライク。打ちました。レフト下がっていく下がっていく、レフト見送った。ソロホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。アウトコースの厳しいボールでしたけどね、完璧に捉えました。そうですね。7番バッター村上、今日はここまでマルチ安打を記録しています。当たってますね。ここも打って猛打賞といきたいですね。凄まじい集中力。打ちました。レフト下がっていく下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。8番バッター古久保、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。いやナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね。バファローズホームランで得点を挙げています。打った、打った瞬間確信したか。ぐんぐん打球入った。ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。打順は9番牧島。バファローズホームランで得点を挙げています。さあまず1球目、初球甘いコース、バットが出ませんでした。得意のボールでストライクを取りました。ボールになります。この球は外れています。三塁線、藤田取って、ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター水口、今日は盗塁を決めています。ワンアウトランナーありません。ジャストミート、伸びていく。このフライはどうだ、落ちるか。初球から積極的に行きましたがセンター掴んで2アウト。これが1球目、初球空振りです。さてこの山本どういうバッターなんでしょうか。いやもう天性の秋。1、2塁間、浅村取って3アウトチェンジ。しかしこの回バファローズ3本のホームランで追加点を挙げています。バファローズのリード広がっ、今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱり3ベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。これはショート、茂木掴んで一塁アウト。バッターは DH 小栗、今日はここまで猛打賞を記録しています。いや固め打ちですね。当たってますよ。凄まじい集中力を見せています。打ちました。これは大きい、伸びていく。これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで4打席連続のヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。これが初球、初球から際どいコースをついてきます。引っ張った、取った、一塁そのまま入ってアウト。これは進塁打になりました。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球空振りです。
バッターボックスの金村、今シーズン得点圏での打率は5割9分3厘となっています。クリーンナップ打ってもおかしくない、すごい。打ちました。ここは打ち上げています。ショートに任せます。取って3アウトです。バファローズサードランナー残塁に終わりました。バファローズ大量リードしています。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。打った、取りました。ワンアウト。バッターボックスは8番古久保。先ほどの打席でソロホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。今日はバッティング絶好調。3打席連続のホームランとなるでしょうか。いやー、西さん、もう絶好調ですよね。そうですね、今日はね、球がよく見えてるんです。打ちました、切りました。ファウルボールです。いいまっすぐですね。外のストレート、空振り、力のあるボールでした。打ちました、抜けていきます。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。牧ヒットが出ます。ツーアウトランナー二塁。まずは見送ります。ワンボール。打ちました、大きな打球になった。この打球は落ちるか、どうだ。ランナー出ましたが、バファローズ得点には至りませんでした。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。1回の裏、先制のランナーを置いてバッターは指名打者小栗。追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。バファローズ先手を取ります。続く攻撃、塁が埋まって6番金村、初球を叩いてタイムリー。バファローズ2点を追加します。さらに続きます。ワンアウト1塁3塁のチャンス、7番村上、センターへ運ぶタイムリー。バファローズ2点を追加します。6回の裏、バファローズの攻撃。バッターボックスには2番山本。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。バファローズ攻撃が噛み合い、大量リードで6回の攻撃に入りました。西さん、ダメ押し点、そのきっかけを作っていきたいところですね。ここで点を入れておくとね、相手チームは苦しくなりますからね。確かにその通りですね。さあ、4球目は何か。打ち上げました。ここは打ち上げています。4球目打っていきましたが、ワンアウトとなっています。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました、伸びていく。ここはフライになっています。初球から積極的に行きましたが、レフト掴んでツーアウト。バッターボックスには指名打者の小栗。今日はここまで4安打を記録しています。いや、ここまではできすぎですね。凄まじい集中力を見せています。ツーアウトになっています。打ちました、浅いフライ、右に切れて惜しくもファウルボール。インコースボール。高めの変化球は決まりません。まあ、ここは狙いとは違うボールにも対応していかないといけませんね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。打ちました、ライト下がっていく、下がっていく、フェンス直撃。
打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで5打席連続のヒット。2アウトランナー二塁。イーグルスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の菅原。ピッチャー背番号45。さあマウンドに上がったのは菅原、今シーズン13試合目の登板です。